こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。文藝春秋今売ってるやつでございますけれども、2月号ですかね、2月特大号っていう、文藝春秋創刊100周年ということでございますけれども、これをね、いろいろと今読み始めてるんですけれども、そのなかなかやっぱり何て言うんですかね、この切り口っていうのか、この問題の視点っていうのか、まあ素晴らしいですね。この中にね、その目覚めよ日本という特集がありましてね、101の提言という非常にページ数をたくさん取ってね、いろんな日本の、政治、それから官僚、それから経済、それからまあ教育、それからまあエネルギー、もろもろね、そういう、今日本の社会が抱えてるどういうところに問題点があるのかっていうね、そういうのをこういろんな方が語っておるわけでございますけれども、やっぱりあれですね、このね、今頃はだんだんこう活字離れっていうんですかね、まあ何でもね、スマホで用が済んじゃうという、まあそれはそれでね、悪いことでは決してないし、いいなとは思ってますけれども、それが全てということになっちゃうとね、ちょっと違うんじゃないかなっていう、やっぱりこの、まあ、活字でね、やっぱりこうなんていうのこう、いろいろと自分のその考え方をこの深めていくっていう、やっぱりね、まあじゃあスマホじゃ深められないのかっていうね、まあそういうことではないんだけれども、やっぱりこの活字っていうのはなんかね、こう、まあそのデジタルとアナログっていうね、人間のこう生理的なね、一つのまあ持ってるフィーリングですね、それにやっぱりこの活字っていうのはやっぱり合ってるね。だからね、世の中がどんどん進んでいってね、何でもかんでもね、効率だ便利だ、あんまりお金がかかんないでどんどん何でも手に入れられるっていうね、それはそれでいいんだろうけど、でもその延長線には人間の価値観というのはあんまりないよね。やっぱりね、こう大事なことはとにかくまあ勉強する、いろんなことを知る、やっぱり知るってことはとっても大事ですよね。だからやっぱりこうね、知るためにはまあなんていうのかな、こう浅く広くっていうよりも、やっぱりね、興味のあるところをじっくりとその掘り下げて、まあ追求する、そういうことがとても大事だと思うんですね。やっぱりこうね、本のページをめくりながらね、こうね、こう読んでいく、このなんていうんですかね、この気分の一つのまあ高揚感というのか、安堵感というのか、まあとてもこの活字を読むっていうのはなんかいいね。やっぱりこの深みだね。同じくね、こうまあ学ぶにしてもね、やっぱりこう学んだだけではね、結局何もなんないよね。やっぱり学んだ、そのせっかく知識で学んだやつをまあ実行に移す、それからいろんな人とね、その知識を、
お互いに語り合って、まあそれでぶつけ合う、そういうことがねとても大事だから、やっぱり、まあ私のある意味でのこう試験でございますけれども、このねその活字、だん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 ねこの本屋さんも少なくなって、来てる現状でございますけれども、やっぱりねとっても人間にとってはね、これはもうとっても大事な、まあね文化であり、なおかつ精神の資産だね、人間の心の、まあ、財産っていうんですかね、やっぱりそういう価値観がねやっぱりこう活字にはあるんで、まあとにかく、時代とともにねだんだんこう、なんか価値観が薄くなっていくようなポジションにありますけれども、まああんまりね、これ以上なんか、なんていうの、もうスマホでもう足りるわみたいなことにならないようにね、まあ、願っております。まあとにかくねこの、文藝春秋の、2月特大号、まあこれ読み応えがあって素晴らしいね。やっぱり多くの方にねやっぱりねなんていうのこう読んで、やっぱりご自分の心をね耕していただければと思っております。私がね去年の、文藝春秋の、まあ、11月、特別号特大号ですかね、そこにね私が取り上げられたから、言うわけじゃないですけれども、まあとにかく非常にこう心を耕す今素晴らしい雑誌だと思っております。ぜひ皆さんもですね、これはためになりますので、ぜひ、お読みになって、いろんな、記事がたくさん載ってますので、お読みになっていただけたら、なんか嬉しいなと思っております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。